皆さんこんにちは、ワンデルギルフィッシュです。では今回は、ハーツオブアイアンフォー、現代モッド、アメリカ軍プレイの続きをやっていきましょう。前回はですね、中東情勢に介入ということで、まあ、シリアとあと、イスラミックステート、まあ、いわゆるイスラム国ですね。ここをですね、まあ、情勢の安定化のために軍事介入を行ったというところをプレイしました。で、今回はその続きになります。で、実はこの後ですね、ほっとくと、また画面の右上に出ているこの、国際緊張度がずるずるずると下がっていってしまうので、それを避けるためにいくつか方策を行っていきます。じゃあそこから、説明しながらプレイをしていきましょう。まずですね、自由シリア軍。まあ、ここはですね、まあどうしても素行が悪いというイチャモンをつけて、海戦自由の、まあ、正当化を始めていきます。まあ、そうすると中国とかが刺激を受けて、台湾に対してね、活発な行動をし始めるので、ここに対しては艦隊を送っておきましょう。実はですね、この台湾、そして日本周辺の中国軍なんですけども、相当強力です。ロケハンをやった時には、完全に敗退しました。なんと、アメリカ軍の艦隊が。なので、ちょっと今回もですね、同じパターンになる可能性は十分にあるので、少しですね、規模を、まあ、大げさにというとちょっと語弊あるかもしれないんですけど、だいぶ増強してですね、艦隊の方は、展開を行っておきたいなというふうに思ってます。特に日本と台湾、この周辺には、これでもかっていう感じでアタッカーをね、置いておきましょう。ここは紹介活動ではなく、中国軍が展開してきたら叩く。まあ、そういうね、艦隊の展開の仕方をしていきます。で、艦隊の編成とかももう少し、見直しをね、していった方がいいんじゃないのかなっていうほどに完敗をしてしまったので、もしこれでうまくいかなかったらですね、また考えを改めていきたいなと。もう石油とかね、無視して、とにかくこの台湾と日本を守ろうと、そういう動きですね。で、あとはですね、まあ、今、ちょうど海軍の展開を、バーっと、まあ、ある程度適当にということでしてるんですけども、続いてですね、まず陸軍ですね。部隊を送っておきましょう。日本。ここにね、部隊を送っておきます。まあ、ここも本当にまとまった数を置いておかないと沖縄があっという間に、中国に取られてしまったので、ロケハン時の話ですね。なのでそういうことが起きないように、注意を払っておきます。で、台湾に対してはですね、外交で港の使用権の許可を得ましょう。これはおそらくサクッともらえると思います。で、国家方針なんですけども、まあ、中国に対抗するためにですね、まずはNATO をね、一から再建しましょうというプランニングを行っていきます。とにかく、まあ、覇権争いをする中国がですね、もうどんどこ、その勢力を大きくしている。しかももう実は手がつけられないぐらいになってるよっていうのが実情としてあるんで、まあ、これをね、まずは何としても食い止めようという動きですね。はい。では、時間を進めていきましょう。時間を進めていく中でね、少しずつ、ロケハンの時と多分違う動きも出てくると思うので、確認をね、しながらプレイの方は進めていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。早速いくつかちょっと動きがあるので確認しておきましょうか。中国陣営、ロシア陣営にそれぞれ、国が加盟した様子があるので確認しておきます。いくつかの国々が、まず、ロシア陣営に入ってますね。これは何としても、これ以上のロシア陣営入りを食い止めたいので、少なくても、ラオスもどっちかっていうと中国寄りの雰囲気だね、これ。この辺りの動きを食い止めにかかりたいですね。かといって闇雲にね、
刺激することもできないので、ん？なんだこのウクライナの首相は。なんかそういえばウクライナって初の女性大統領誕生みたいな話ありましたよね。むちゃくちゃ美人だな。これはもう関係改善しよう。すぐに。関係改善。まあ、地理的にもね、そのロシアに隣接しているっていうので、どうなってるかなと思って見たんですけど、もう収穫ですね。むちゃくちゃ綺麗だな。おいくつぐらいなんでしょう。っていうのはさておいて、あとは貿易関係も足りてないところは、友好国オーストラリアから輸入していきます。他なんかね、忘れてることがあると致命的になりますからね。ジョージアとかもこの辺もみんな中国陣営、さらに中ロシア陣営に入っていきますね。うわ、ラオス関係改善始めたばかりのところで中国の陣営入り決めちゃいましたが、これは痛いな。パキスタンも中国陣営入り、これはこれは大量だね。陣営入りが。フィリピンも、ちょっとさ、フィリピン考え直した方がいいんじゃないか。マジか。何度か切り離したいけどね。フィリピンの陣営入りはちょっとそのロケハンドにはなかった動きですね。マレーシアとかこれ以上、陣営によられても困るので、しっかりと関係改善しておきましょう。インドは何としてもつなぎ止めなきゃいけない。そういうとこですね。そうするともう一旦ですね、自由シリアに対しての、軍事介入、これの必要性はゼロになったのでやめます。もう今、中国に集中しましょう。で、中国の方なんですが、動きが、お、見えてるね。台湾に対して2021年5月17日に開戦してくるね。そしたら部隊を引き上げましょう。今中東に展開してる部隊。これ、最精鋭なんで、これは、動かします。ミリタリーアクセスあるかな？こう、動けないパターンだとちょっと悲しいな。うわ、動けないパターンだ。マジか。そういうこと？そしたら、イラクに対してミリタリーアクセス要求していきましょう。ぐは、ミリタリーアクセスできないか。そうなると、帰れないっていうパターンだよね。なんとかして帰りつきたいので、この主力部隊ね。これ順番ちょっと間違えたら先にね、イスラム国周辺展開している部隊をイスラエルまで撤退させて、そこから部隊を動かせばよかったんですけど、この今、イスラエルに派遣していたこの中東の部隊が完全に使えない部隊になっちゃいますね。イラクに対してのミリタリーアクセスあるのかな。ちょっと入れるか。入れるね。イラクは入れる。じゃあヨルダンは、あ、ヨルダンも入れるじゃないか。じゃあここまでいけるよね。もう一回ちょっと確認しよう。あ、全然いける、全然いけるじゃん。港まで帰ろう。この部隊をみんな対中国戦に投入しなきゃいけないので動かしていきましょう。日本、台湾に展開しましょう。で、あとはですね、沖縄、ここの航空基地あるのかな、確認していこう。沖縄航空基地あるじゃないか。1000機も投入できる。よし、ここで一気に敵の海軍を潰すための三段を、ちゃんと積んでいきましょう。1000機いけんでしょ。だってそしたら敵の海軍だよね。もちろん狙うは敵の海軍。本当に強い強い
そのね、中国軍を潰しに行こう。ホーネットも500機ほど、ホーネット500機って相当な数だと思うんだけどね。ホーネット500機で、台湾を守る。さらに、ホーネット出したでしょ？あとは、対艦攻撃機も出したんで、もうちょっと欲しいのが、やっぱり敵の、制空権を完全に阻むために、ライトニング。これも200キロと出しましょう。これで一旦様子を見ましょうか。日本の他の基地も使わせてくれればね、幅が広がるんですけどね。空軍のドクトリンは次に入りましょう。オールウェザーアタックにします。まあ雨風これに遮られず戦いますという内容ですね。中国が台湾に武力制圧、これをかけてくるのが来年の5月、2021年の5月です。ここは見逃さずに期日を注意しましょう。では中東から軍を撤退します。一旦すべて日本に入れちゃいましょう。まあ、地理的に近いですからね、日本の方が。で続いて陸軍のドクトリンですね。ここはもう一貫してネットワーク系を入れてきているので、ネットワーク入れます。RTSA。これを入れると、航空優勢がプラス 5% 入りますね。入れていきましょう。で、エレクション。これは、選挙の話ですね。残り2週間で選挙が始まります。という内容です。で、NATO の話が出ているので、入れておきましょう。フォーリンポリシーディベート。これは外交政策に関しての討論会っていう話ですかね。で、国家方針の方見ていきます。国家方針は、いくつかが一気に解放されているので、アジア、そしてヨーロッパ、そしてアメリカ、まあ、どこに進むかという話ですね。まあ、ここは今、どう考えても、中国との対決姿勢を鮮明にしなきゃいけないので、アジア方面に重点を置いておきましょう。で、一気にこの辺りの投資の話ですね。入れておきます。で、部隊を、では移動させていきます。日本に展開して、非常時には、中国にこれを、叩いておくというところですかね。おっと、ちょっと読みたかったんで飛ばしちゃった。何て出てたんだろう。まあ、ディザスターみたいでしたよね。なんか、悪いことが起きなければいいんだけど。さあ、部隊が続々と日本に集結してますね。不穏な空気が流れつつある。この後、まあ、繰り返しになりますけど、約半年後には、中国軍が台湾に、まあ、攻撃を仕掛けてくるであろうという情勢なので、まあ、これにね、乗じていくという流れです。なので、関係改善ね、微妙なところ、もう敵側についたところは諦めましょう、この際。まだ敵側についていない、そういう国に対しては、まあ、我々に味方するように積極的な働きかけ、を行ってですね、まあ、味方を増やしておこうじゃないかと。イランはちょっと政治的にどうなんだいというのがあるからね。イラク。今ここでね、イスラエル叩かれても困りますからね。ポーランド。あとは、まあ、この、ドイツ、フランス、イギリス、カナダとかってどうなってんだろうね。ちょっと確認します。カナダも大丈夫だね。そしたら、ここに来ていくつかのですね、
一気に政治力を失ってしまった。さっきのイベントで政治力失ったんだな。マイナス107になってますもんね、画面の左上に。さっきのそのディザスター的な何かによって政治力を完全に失ったので、各国に対しての外交ができなくなっている。これは中国にとってはプラスですけど、我々にとっては非常にマイナスですね。やってくれるな。日本では安倍さんがね、再選されたって今出てましたね。2020年か。安倍さんの次の任期って2021年までですよね。結局、ね、自民党の総裁選という話になると思うので、自民党の総裁は確か3年、3期だったと思うんで、まあ、9年間連続で首相になることが、まあ、一応できるってことですよね。制度上は。自民党の制度上は。なので、このゲーム上では来年、安倍さんが、総裁選をやったっていう話ですかね。では、日本に対しての、次のね、策を打っていきましょう。選べるものがいくつかあって、まず、ジャパン、台湾、どっちかですよね。この中で言うと。まあ、チャイナに行く道はもうないと思うんで、台湾に進んでおきますか、先に。台湾が今、中国の脅威に、直接的にさらされているという状況もありますからね。外交をね、打っていきましょう。政治力溜まってきてますからね。で、それにしても台湾近辺、全然、制海権、安定確保できず取り合いになってますね。いや、相当中国軍強くなってるな、ゲーム上でも。まともにぶつかっても、ちょっと勝てるかどうかっていうね、クエスチョンが、よぎるぐらいに強い。まあ、外交を今一通り入れていますけども、まあ、外交でね、しっかり味方を作るっていうのも、最重要項目になってきそうです。オーストラリアとのシーレーンが微妙なのかな。ちょっとアルミのね、輸入が、できたりできなかったりっていう状態になってそうな様相が見て取れます。じゃあ続いてなんですが、一旦日本との友好も確保しておきましょう。これがね、今ちょうど海軍マップなんですけども、沖縄周辺は今は取れてますけどね、取れたり取れなかったり。そして今最重要になっている台湾、ここがね、全く取れてないんで、非常に心配ですね。すぐにでも部隊を送り込めるようにはしておきたいので、ちょっとそこだけね、注意を払っておきましょう。5月確か21日、中国が台湾に対しての宣戦布告、軍事介入を正式に行ってくるというタイミングになっているはずなので、これに合わせてね、すかさず軍を送り込んでアメリカも台湾軍事介入を行っていくという段取り3段を考えています。古くなった装備品はリフレッシュをかけていきましょう。であとはですね、アジア各国に対しての味方になれよっていうメッセージ、これもしっかり発していきましょう。特にね、大好きなタイ、ここはね、もう絶対的になってほしくないですからね。ベトナムなんかもね、もちろん味方になっておいてほしいし、お、5月18日になったね。ここでデュクリアードウォーオンザ台湾になっているので、中国が台湾に対して宣戦布告、仕掛けてきましたね。で、台湾からは我々に対しての戦争協力の依頼が来ていますので、これは参戦します。これで戦争に参加になりました。
敵国、味方国確認しておきましょう。まずは、敵なんですけども、中国、ネパール、フィリピンが敵に入ったか、ラオス。さらには、まあ、いわゆる北朝鮮ですね。一方、台湾陣営の方にはイスラエル。そしてウクライナが入っている、美人大統領が、味方してくれるのか嬉しいな。あとは日本とドイツですかね。この後、イギリスとかに参戦を促したいですよね。しっかりね。では、まずは、台湾に対してミリタリーアクセスを許可もらっておきましょう。ついに中国が武力制圧に乗り出してきたというこの事実。まずは部隊を、台湾にね、海兵隊出します。急いで出します。これも戦争始まってますからね。日本へのミリタリーアクセスも出しましょう。で、確認しておきたいのが、この辺しっかり守りを固めておきましょう。艦隊戦も起きているようなんで確認していきます。中国海軍との艦隊戦ですね。わ、中国軍に台湾に上陸されてるじゃないか。ここ上陸されてるね。これすぐに排除しないといけないんで、排除しましょう。ん？強襲上陸を受けてるな、台湾で。やるね。さすがよ、中国。まあ、まずは壊滅させていかないといけないね。上陸してきた敵の中国軍を壊滅させていきます。で、艦隊戦も起きている。もう、いきなり結構大規模な艦隊戦だな。まあ、中国軍をね、早めに海軍潰せれば、一気に流れは変わってくると思うんですけど、また逆もしかりで、やられるとね、もう取り返しがつかないことになるので、一つ一つ慎重に確認していきましょう。まずは台湾に上陸した中国軍、初戦になると思うんですけど、この初戦をね、しっかり勝利をもって終わらせたい。まず撃退したね、中国軍壊滅させてますね。で、補給マップはどうなっている？補給マップも大丈夫だな。中国に対しての台湾は、今いる部隊で守りましょう。で、一方で、沖縄も現有戦力でなんとか。怖いのが日本本土だよね。守りが手薄な上に、海軍戦力もなんかやばいよみたいな出てたしね、さっき。いろんなところでいろんな戦いが起きてるけど、うわ、台湾がやられてるな、いきなり。6隻のバトルシップを失っている。まあ、こういうのがちょいちょいあるんだろうな。アメリカ軍も失ったな。まあ、敵の潜水艦、これしかも北朝鮮の潜水艦にさ、敗れてるってどうなんだろうかっていう気になっちゃうね。しかも圧倒的な戦力を持ってる我々ね、アメリカ軍が。さて、困りましたね。まあ、北朝鮮相手に、まあ、苦戦というわけではないんですけど、台湾も一応航空基地持ってるっちゃ持ってるね。ここにしっかり配備を進めてくれれば問題はないかな。
ちょっと待ってくれ、これ。マジか、中国軍本当に強いな。やるな。大丈夫かなっていう心配になるぐらい、中国軍の攻勢を受けてるけど。味方の状況を確認する？中国軍。さすがよ、中国軍。台湾でしょ？日本でしょ？あとは、まあ、とりあえず、イスラミックステートを、戦争に参戦させる。まあ、特段理由はないです。で、あと国家方針だな。国家方針で、強制的に、やっぱり、味方をね、増やしていきたいので、そういう方策をちょっと考えておく必要がありそうですね。まあ、ブラジル、カナダ、メキシコ。まあでもやっぱりヨーロッパなんだよね。今欲しいのは。イギリスであり、フランスであり。そういったところがね、参戦をしてくれるというのがとても重要なんで。ドイツ軍が部隊を送ってくれれば、まあ、限りなくプラスになりますよね。あとは、インド。インドの参戦も促したいので、なんとかね、インドに参戦をしてもらえるように、促していきたいですね。まあ、ただインドはね、義勇軍を送ってくれているので、まあ、少なくともね、敵になる可能性は今のところはない。インドが南から中国を脅かしてくれればいいし、タイがラオスを侵略してくれればいいし、っていうところなんですが、まあ、ここのあたりはね、どうしても、自国だけでコントロールできる部分ではないので、今後のね、観察が必要かなというふうには思います。まあ、いよいよ、第3次世界大戦が勃発しているんで、まずは台湾と日本をしっかり防衛して、まあ、突破口をね、見出していきたいなというふうに思っています。では今回はここまでさせていただいてですね、次回以降、本格的な中国との戦い、覇権をかけた戦いですね、続けていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。